はい、どうもニーサンボでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけでね、今日は、僕の専属ストリンガーのねテニスショップネストの鳥居さんにお越しいただいて、ちょっと動画撮らせていただいてるわけなんですけど、最近どうですか、お仕事の方は。そうですね、最近やっぱりちょっとご依頼多くいただけることも増えてきて、はい、ちょっとだけ忙しくなっております。そうですか、よかったです。ほんまね、僕もめちゃめちゃお世話になってて、いつもあの自宅にね、はい、撮りに来ていただいて、まあ仕事柄というかこういうお仕事やらせていただいてて、よくねストリング切れてないのに張り替えてくださいっていうね、あのこのサービス皆さんにも受けていただけるので、ご依頼お待ちしております。はい、というわけでね、はい、今日はこのダンロップのエクスプローシブツアーの細ゲージが新しく発売されたということで、私の、専属ストリンガー兼プレイヤーとして、はい、忌憚ないご意見をいただきながらちょっと動画進めていこうかなというところなんですけれども、エクスプローシブツアーってどんなんでしたっけ。あのね、発売当初に1回使ったんですよ。全てのシリーズ全部使ったんですけど、印象的にはなんかバイトがめっちゃ使いやすくて、あんまりこのツアー印象残ってないんですよね。まあ確かにね、スペック的にはそのオーソドックスなタイプのストリングやなっていうのは分かるんですけど、全然記憶ないんですよ。そうですね、まあ確かにちょっとね、バイトとスピンはかなり特徴があるストリング、まあ、打感にしてもね、結構差があるところなんで、はい、覚えやすいかなと思うんですけど、まあ、ツアーがちょうどその、まあ、間というかちょっとだけ、はい、競技者向けのスペックになってまして、ほうほうほう、やっぱりねコントロール性がいいっていうのがまず第一に挙げられます、はい、で結構打感がクリアで、まあこういう風に打っていきたい、こういう風にコントロールしやすいっていうのが結構ねこう自分で調整のしやすいストリングになってるかなと思います。なので結構ね、自分の力でこうしっかりボールを飛ばす、かつコントロールしていきたいっていう方にはかなりおすすめできるストリングにはなってますね。こうまずちょっとこれね、そうですね、使って、はい、125の感覚をちょっと思い出していきたいなと思いますので、はい、とりあえずよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけでね、エクスプローシブツアー125使わせていただいたんですけど、打ち応えある打球感かなと。そうですね、で意外になんか飛んだイメージがありました。あのなんか色的にね針金みたいな色をしてるんでめちゃめちゃ硬そうなイメージなんですけど、そんなにめちゃめちゃ硬いとは感じなかったですけど、まあ、打ち応えと飛び感じたんですけど、そんな感じなんですかね。そうですね、やっぱりこう硬いまではいかないんですけど、はい、ある程度やっぱりグッとねしっかりあの捉えていく感触はあるかなというストリングにはなってます、はいはいはい、で多分飛んだっていうのはね、しっかりやっぱりヌサさん打球をグッと押していってるんで、はい、その分のちょっとオーバーが出たかなっていう形かな。そうですかね、はい、あとねスピン全然かかれへん感じはしました。そうですね、やっぱりそのいわば他2つがねかなりスピン重視のストリングになってるんで、はいはいはい、まあ、こっちはどっちかっていうとがっつりフラットで当てていった方が、はい、打感的にも気持ちよく収まりがいいストリングになってるかなと思いました。はい、はい、ここからは天の声で感想を話していきたいと思うんですけれども、まあ、こちらのねエクスプローシブツアー125なんですけど、僕の感触としては、うん、柔らかいとまではいかへんけど、まあ、比較的柔らかいで結構ボールが飛んでくれるっていう印象が強かったですね。まあ、似てるとしたら圧倒的にルキシロン の, あのアルパワーかな。ほんのり柔らかくてほんのり飛んでスピンかからないっていう感じね。僕いつもね Y 社のポリツアーレブとかポリツアープロとか、まあ、そっち系の結構ライトな打球感のストリング使ってるんですけれども、それと比べたら、まあ、あの食いつき感があって打ち応えあるストリングやなと思いました。結構ねあのプロ選手が好みそうなタイプのストリングですね。まあ、僕のラケットとの相性は125はねそこまで良くないかな。あの V コアプロ使ってるんですけど、もうちょっと持ち上がりが欲しいなっていう気はしてました。まあ、ストリングの性能っていうよりは、ラケット、ストリング、人のこの相性の良さが全てですからね。ボールを自分で持ち上げられないプレイヤーが、持ち上がらないラケット使って、持ち上がらないストリング使ったらそれは持ち上がらんでしょう。まあ、ダンロップで言うたら FX とか SX とかに貼った方がいいストリングかな。それじゃあね、今回のメインの120、基本ストリングって細くなったらどうなるんですか。そうですね、細くなったらまず少しね弾き感が出るというか飛びが良くなります。飛距離的に出やすくなるっていうところかな。でもう一つはやっぱり細いんで引っかかりが良くて、はい、スピンが
かけやすいっていうのが細ゲージのいいところかなと思います。その2つですね。はい、わかりました。じゃあそれをねちょっと感じられるか試してみたいと思います。はい、はい、というわけで120使っていきましたけど、まず僕の感想から言った方がいいですね。あのめっちゃ飛びますね。飛びますね。あの、はい、球質が良くなるというか、ちょ暴発も出てくるんですけど、あのめちゃめちゃ球質良くなって1入5より全然スピンかかるんで、あの正直僕は120の方が打ちやすかったです。はい、どうでした？そうですね、僕も120の方がやっぱりね、そのヌサブさんおっしゃった通りスピンがね、ある程度こっちの方が調整がしやすい、はい、引っかかりがいいっていう形ですかね。なので、まあ、そのツアーの良さであるコントロール性にさらにちょっとスピン性能が加わるっていうところは それが120のやっぱりいいところかなと、はい、そういう感じはしますね。はい、先ほどと同じく、試合をさせていただきました。120なんですけど、まあ、あのツアーの良さである食いつき感、若干の柔らかさを残しつつ反発力も上がって、なぜスピン性能がねかなり引っかかるようになってるんで上がってます。これやったらねワンチャン女の人も全然いけるかな。125やったら正直女の人じゃパワー出しきれんかなと思ってたんですけど、120であれば結構パワーも出て柔らかさも感じられてすごくね、コントロールしやすいストリングかなという感じがしました。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、分かりますかね、あの試合の感じ見てて結構僕のボールが軽く飛んでいってるっていう、飛びもねかなり強化されてます。でバウンド後の、伸び、ボールの伸びですねもう強化されて、結構ね球質として良くなるストリングなのかな。まあ、あのそれは125も変わらないんですけど、あの球質が結構良くなる感じがしましたね。あのしっかりスピンで収められて、安定するっていうよりは、バウンド後グンって伸びてくれるから球質が良くなりましたみたいな、そういう印象を受けました。なので僕的にはねすごく使いやすかったです。まあまあライトすぎずヘビーすぎず、ライト寄りの何言うてんねん、ストリングかなと思います。まあ、僕の中でのおすすめストリングの一つに入れてもいいぐらい良、かったです。ちなみに、125の方は、入れませんまあ僕の中のおすすめストリングとか聞きたいという人はぜひねコメントください。合わせてこのプログレッシブツアーの120125使った方の感想もね、もしよければコメントしてください。それじゃあ最後にこのプログレッシブ、ちょ言いにくいな、プログレッシブツアー120の特徴をまとめていきたいなと思います。まず打球感は柔らかめ、ボールの飛びはかなりいい、カッコ125はそこそこ、スピンもしっかりかかってくれる、カッコ125は、そこまでかからない、バウンド後のボールの伸びをしっかりアシストしてくれるストリングかなと思われます。いかがでしょうか。まあ柔らかめなので肘を痛める心配も、そこまでないんでね、女性の方も安心して使っていただけるかなと思います。まあ天の声からはそんなところですかね。であと一つね、ちょっとダンロップから新しい商品出て、ね、これ K スイスの靴を、はい、シューズを、ダンロップが扱うことになって、ちょっとそれをサンプルいただいたんですけど、めっちゃ履きやすいです。結構軽い、見た目と違って。そうですね、はい、見た目結構しっかりしてそうなんですが、そうですよね、はい、なんかこのグレーというかのなんていうんですか、これ何の色なんですかそこにオレンジのこのかかととかロゴが入ってて、うん、はい、結構なんかええ感じの、そうですね、映える感じの、もうほとんど黒の靴しか履かないんで、あのダンロップさんから春夏モデルは白なんですよ、うん、で秋冬モデルはこの黒で出たんですけど、ちょっと白似合わんから秋冬まで待てと言われて、はい、それでこれサンプルとしていただいたんですけど、結構履きやすいんでね、あの皆さんちょっと、はい、もしよければ履いてみてください、はいはい、いつものお別れの挨拶で終わらせていただきたいと思います、はい、それじゃあね今日はこんなところで終わらせていただきます、はい、おつさんぽ、バイバイ。